こんにちは、大沢邦永です。今更聞けない分かりやすい解剖学、体の仕組みを理解することで接力がぐんぐんアップします。はい、ということで、今回も、ハワイ大学の医学部で人体解剖の実習をしてきて、見て感じてきたことをシェアしていきたいと思います。今日は、腰部のところですね、腰の周りですけれども、腰の周り、皮膚を、ね、こう取っていくと、最初に見えてくるのは、広背筋というのがありました。そして、その下には脊柱起立筋、ね、最長筋ですか、長肋筋というのがありました。はい、しっかりと、ね、こう長い大きい筋肉で、胸腰筋膜というものをこう、ね、作ってしっかり腰のところ、くっついて支えているなというところですけども、今回はその下の多裂筋奥ですね、奥の方、いわゆるインナーマッスルなんていうふうに言われて、結構注目というかな、されて最近というかな、ちょっと前されているような筋肉ですけども、実際に、見てみるとですね、どういうふうについているかというと、仙骨のところ と、筋肉自体は、ね、小さい筋群の集まりで、仙骨のところとこの凹凸器、腰の、ね、ところとかね、全体的に首の4番ぐらいからバーッとついているんですけど、今回の腰に関してはここで見てみると、仙骨からこうついてて、椎体を2個から4個のところを飛び越えて、この極凸器こっちですね、2個から4個飛び越えてこういうふうについてる筋肉になります。このところもこういうふうについてる筋群の集まりですね。筋肉一項線自体は、こうね、小さい、こういう筋肉の集まりなんですけれども、じゃあそういう筋肉がありました。で、筋肉が収縮するどういう働きかなって考えていくと、実際に見て、これは片側で動いていけば、こうギュッて縮めば、いわゆる横側屈という動作であって、これが、片側に縮むと、これをギュッて縮むので、こっち側、この筋肉と逆側にこう体がこうギュッて回旋という、ね、動作になっていきます。そしてあとは、両方が一遍に働くとなると、これは、ギュッということで体を進展、後ろに反らすようなという働きが、それで観察をできました。はい、岸弟子の、ね、1個ずつは筋肉が、とても小さいというところになっていくんですけれども、このところ筋群ということで、見てみると、飛び越えて椎間関節をというのがあって、厚みを、ね、見てみたら、ここの腰部に関して、特に、ね、この腰のところ、ここら辺ですねに関してはすごい厚みが、ちょっと教科書とかで見るよりも、あ、こんなに厚いんだなっていう感じを感じました。実際に測ってみたら、ここの、5番と、ね、仙骨の間のところら辺ではだいたい2センチぐらいですね。ご検体にもよるんですけども、で毎回私行くと、皆さんにこの厚みとか体感を、ね、見て、触っていただくんですけども、だいたい2センチぐらいは体験によりますけど結構深いなというところが、毎回見受けられるところであります。はい、で、腰のインナーマッスルだって奥の方で、こう動かしてて、で、あ、動かすのがついていって結構厚みがある。そして、筋肉自体はそんなに長くない群の集まりとなってくると、今言ったような働きで横向き回旋という時には、どちらかというと大きい筋肉の方が有利ですよね。外には外腹斜筋がこういう回旋があったりとか、起立筋群がそれこそこうね、動かしたりっていうのはあると思うんですけども、じゃあどういうふうに作用しているのかなっていうのを、解剖の時に考察というかね、考えてみると、ここでは大きい筋肉を超えているということで、ここの椎間、椎体自体の、関節の自体をぐっと縮めるというかな、こうギュッ、全体的にそれがギュッギュッギュッというので重ねてくると、腰の安定というところ、動作で大きくというよりもそこの安定をさせるというところが大きい、働きということになるのかなということを、ちょっと、考察というかな、で見て感じてきたところであります。ですので、外側の筋肉は、動かすのに適してますし、内側のところというところでは、関節がしっかりと両側働くことによってグッグッグッという安定感というのは増すなというところを見てきたところであります。はい、ということで、こういうことを、ね、意識してまた解剖とかね、施術とかやっていただけるとまたワンアップになると思います。ということで、多裂筋、今日もよし。